この瞬間、潔世一のプレーは確かに糸シリンを超えていた。バチラ・メグルのシュートをブロックした潔世一の右足の位置があと1センチ違ったら、ここにいる8人の運命もまた違ったのかもしれない。ただボールはランダムに、無慈悲に、残酷に、勝者のもとへと舞い降りた。試合終了。スコア5対4。チームレッドの勝利。俺は一人で戦った。もう誰もいらないって信じたサッカーの先に、一人ぼっちの俺の世界に、お前は来てくれたんだな、潔。やったやった。おい、余韻御社を堪能させろ。あー、ごめん。で、誰取るの？そうだな、また俺ら二人で選ぶか。待って、待ってくれ。俺はもう潔なしで生きていける。だから今なら胸を張って言えるよ。俺が欲しいのは。黙れ、俺が選ぶ。え、リン、異論は認めない。今のラストプレー、俺は完全に読めなかった。ここに来て初めてだ。こんな敗北感を味わうのは。ぶっ潰したい人間が一人増えたぞ。くそか、このまま沈ませるかい。来い、潔世一。お前は俺の一番近くで、俺が世界一になるのを見届けろ。